貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社ニコレ代表取締役の一ノ瀬と申します。今日もですね、海外出張トラブル編ということでですね、今日はですね、海外のですね、取引先のですね、VIP というかですね、向こうの、トップに近い方が、会ってくれるという、ね、スケジュールの、海外出張があったんですけれども、その時にですね、その、VIP 用のですね、お土産というかですね、贈り物をですね、忘れてしまったというお話をさせていただきます。これもですね、やっぱり20代の頃のお話でですね、ちょうどですね、その時にちょっと燃料関係のですね、取引先がですね、アメリカの西海岸の方にありまして、で、向こうのですね、本当に副社長クラスの方とかですね、部長方とかですね、会ってくれるというね話で、でこちらの会社もですね、本当に部長課長主任ぐらい、あと、私のような、下っ端がですね、一緒についていくというような出張スケジュールがありまして、で向こうの方へのですね、表敬訪問というかですね、その時に、手渡しをする贈り物ということでですね、真珠のブローチをですね、3人ぐらいですかね、3名分ぐらいですね、用意をいたしまして、でその時ですね、関連会社の方でですね、ジュエリー会社というのもあって、でそこのですね、関連会社のジュエリー会社のですね、担当者の方にですね、真珠のブローチをですね、いくつか持ってきてもらって、それでですね、選んで、で私がですね、責任を持って、持っていくという段取りだったんですけれども、私もその前日ですね、スーツケースに荷物をまとめてまして、でちゃんとですね、綺麗な化粧箱に入って、3つですね、必ず持っていかないといけないというのは分かっていたんですけれども、箱がですね、潰れてはいけないなと思って、一番最後にね入れようと思って、で出かけるですね、直前に入れようと思って、スーツケースのすぐ横にですね、スーツケースに入れずにすぐ横にですね置いていたんですけれども、それがですねそれがミスといえばミスでですね、で、その出発の日はですね、その、真珠のブローチのことをですね、すっかり忘れて、このままですね、パタンってスーツケースやって行ってしまったんですね。でいつ頃ですね思い出したかというと、アメリカ行きのですね飛行機に乗って、ちょっとしたくらいにですね、はぁーってなったんですね。あれ持ってきてないわみたいな感じになって、でその当時ですね、私の上司というのはもうめちゃめちゃ怖かったです。もう本当に怖い人で、もうなんかそのまま飛行機から飛び降りたいぐらいですね、なんて失敗をしてしまったんだと思って、もうなんかその時から出張気分ではなくですよ、もうどうしようみたいな、もうどうねこのミスをね、なんかこうリカバーすればいいんだみたいな感じで、めちゃめちゃ焦ってですね、でその時乗ってたのがアナのね、国際便だったんですけれども、アナのこう機内販売があるじゃないですかそれをですね、本当になんかこう藁にもすがる思いで機内販売の雑誌をバーって見てですね、でなんか真珠のなんかアクセサリーないかなって、同じぐらいの予算でね、真珠のアクセサリーないかなと思ってバーって見たら、なんか真珠のブローチがねあったんですよね。でもうなんかとにかくね、もうその何かしらを用意しないといけないと思いまして、もう本当に上司とかね、こう上に相談できる上の方っていう方はもう別の便でも先にアメリカ入りしててですね、もう自分一人で、後追いみたいな感じで乗っていったので、相談できる人がいなかったんですね。でもさすがにちょっとね、うちの部長も行くし、そのちょうどそのみんなでねゴルフ大会というかゴルフコンペをやる予定になってて、そのゴルフコンペの時に真珠のねジュエリーを渡すっていう段取りになってですね、さすがにですね手ぶらではなん
ダメだと思って、でもう自分の独断でその真珠のですね、あのアナの機内販売の載ってた真珠のブローチを買って3個で、それでですね、あの向こうについてですね、でなんか包装紙とかもですね、急遽なんかパパパって買ってですね、なんかホテルの人に聞いて、なんかそういうの売ってるとこないですかみたいな感じで聞いて、自分でこうラッピングをしてですね、まあなんとかしたというねことがありまして、で一応まあその物はねやっぱり微妙ではあったかもしれないんですけれども、まあなんとかね真珠の、ジュエリーをね渡すことはできたということで、そこまでですね責められなかった、記憶がございます。もうね手ぶらでってなったらちょっとさすがにちょっと切腹かなと思っていたんですけれども、一応ちょっと切腹はしないで済んだんですね。ということでですね、その時の教訓なんですけれども、本当にですね絶対に忘れてはいけないものはですね、スーツケースに真っ先に入れましょうということですね。もう何回も何回も、入れたかな入れたかなっていうのをね確認しましょうということをですね、もうなんならもうパスポートとね一緒にこうゴムでね縛っておいてもよかったかなと思うんですけれども、そんなようなことがありましたね。ということで今日はですね、アメリカの取引先のですね、大事なこう VIP の、ね、方にお渡しする、贈り物をですね持っていくのを忘れちゃったという、お話でした。またいろんな動画をアップさせていただきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録していただきまして、次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。